では定例会見を開始いたします。まず冒頭大臣からご発言をください。はい、すいません、今日はお知らせ3件あります。ちょっと長くなりますがお許しください。まず1つはホストタウンです。ホストタウンの第29次登録がございまして、本日新規に3件、自治体の追加が1件、それから相手国の追加3件、これを登録いたしました。これで登録件数は456件、自治体数は528となります。なお相手国地域数には変更はなく184であります。また合わせて北海道江差町を本日付で共生社会ホストタウンとして登録をいたしました。これで共生社会ホストタウン102件、106自治体となります。新型コロナウイルス感染症の影響がまだ続いている中で、非常に熱心にホストタウンの交流を引き続き模索していただいており、また新たに開始をしていただいていることに心から感謝申し上げたいと思います。大会に向けた準備、しっかりご支援を申し上げていこうと思っております。続いてですね、今日皆さんのお手元にイラストが配られていると思いますが、ございますか。はい、こちらは男女共同参画局におきまして、性別にとらわれないイラストデザインというものを新たに作成をしました。それからもう一個お知らせは、シンボルマークを新しくしましたというお知らせです。まずイラストデザインについてです。これは今までですね、官民問わずこうした資料等に付すイラストが比較的固定的な性別役割分担に基づいたものがあったのではないかという認識に基づきまして、こういうアンコンシャスバイアスを排除するという意味で、男女それぞれがその職業についているという様子を表したイラストを作りました。これは無料で使っていただけるデザイン素材ということで、男女局のホームページからダウンロードできるようにいたします。もちろん無償で提供いたします。ただ連休明けから運用開始と、何日でしたっけ、10日ですね、から運用開始ということですので、すいません、使えるのは10日からになりますけれども、ぜひ皆様もこれからさまざまな資料を作りになるとき、男女という考えに、この仕事はどちらの性別というこだわりというか固定概念というか、こういうものを排除してですね、男女どちらも担っていけるという、そういうイメージを持って、イラスト等も使っていただけるとありがたいなと思います。それから男女共同参画局の新しいシンボルマークをご覧ください。前のものはですね、平成21年から使っていたんですが、この度、局の設立から20年を迎えたということの節目で、この第5次男女共同参画基本計画を推進していくにあたって、新しいシンボルマークを作りました。これまでのデザインを踏襲しながら、よりはっきりと目につくものにしております。これから男女共同参画に関わる広告媒体など、広報媒体などに積極的に活用することで、男女共同参画の意識の醸成の一助とすることができればと考えているところです。ごめんなさい、もう一件あります。もう一つはですね、これも男女局についてのお話です。新しい研究会を局長のもとに立ち上げます。人生100年時代を迎えて、未婚単身世帯の増加、また平均初婚年齢の上昇、離婚件数の増大など、我が国の家族の姿が近年大きく変化をしております。また昨今、事実婚に関する報道も多く見られるところです。男女共同参画を推進する上では、こうした変化に伴って、特に女性が置かれた環境をめぐってどのような課題が生じているのか、また生じることが今後予想されるのかということを把握することが大切だという考えに至りました。このため、近年我が国の結婚と家族をめぐる状況がどのように変化をしているのか、その実相をデータを用いて多面的に明らかにするとともに、それに伴う課題を整理するために、専門家による人生100年時代の結婚と家族に関する研究会を開催をします。この研究会の構成員はお配りしております紙の通り、
でございまして、で座長には中央大学の山田雅弘先生にお願いをいたしました。結婚と家族の実相、まあ、これ女性を軸にということになりますけれども、有識者の先生方から学ばせていただきまして、秋以降の男女共同参画会議における議論に生かしていきたいと考えております。私からは以上です。では次に議題に本日幹事長政府で海外から来る選手や関係者に対しても帰国96時間以内の新型コロナの検査を行うなど水際対策の強化する方針も報道でありますが、皆さんの5者協議の話は合わせてお願いします。はい、まず5者協議の日程はこの後組織委員会から正式なご案内があると思います。明日は長い1日になると思いますので、皆さんよろしくお願いします。それから、入国の措置についてでございますが、まあ、この前から申し上げてきておりますように、世界的な変異株の問題について、どのように対応するのか検討を進めてきておりまして、まあ、これらも議題に含まれることとこちらでは想定をしております。はい、では他に、ございましたらご質問をお願いします。恐れ入ります、インディペンデントウェブジャーナル IWJ の渡来と申します。よろしくお願いします。少々長くなりますけれどよろしくお願いします。2問ほどお願いしたいと思います。国民投票法についてですね、お伺いしたいと思います。このコロナ禍と五輪の聖火リレー騒ぎの間に、国民の目をかすめて政府与党は5月6日に国民投票法改正案の採決を野党に提案しました。丸川大臣はこの国民投票法改正案に賛成か反対かお答えください。国民投票法改正案の7項目のうち、期日前投票と繰り延べ投票に関する2項目は国民の投票機会を減じる危険性があります。また改憲広告に関する CM の量的規制がありません。誰が CM を出せるのかという制約もありません。金さえあれば改憲 CM をいくらでも流せます。世論を金次第で誘導できる危険性があります。国民投票法改正の先にはナチスドイツのヒトラーの独裁体制を樹立した国防受験法に匹敵する緊急事態条項を含む自民党改憲草案が待っています。米中が対立を激化させる中で、国民投票法が入り口になって改憲が行われ、緊急事態条項によって内閣独裁体制が確立され、日本が無謀な戦争に突入する危険性があります。丸川大臣は自民党改憲案の中の緊急事態条項にも賛成でしょうか。1936年のベルリン五輪によって初めて聖火リレーが行われ、ナチスドイツのプロパガンダの舞台となり、3年後の39年にはナチスドイツはポーランド侵攻に及び第二次世界大戦に至りました。ナチスドイツと同じ鉄を踏まないと言えるのでしょうか。2021年の東京五輪強行開催が戦争遂行の準備のための隠れ蓑として都合よく利用されようとしているのではないでしょうか。コロナ禍で国民が苦しんでいる最中に欠陥とリスクを抱えた国民投票法改正案の採決を急ぐ与党政府の姿勢を見ていると、そうした疑念が拭えません。丸川大臣は五輪の聖火リレーの陰で改憲へとして走る政府与党の目的についてどうお考えなのかご説明ください。もう一点続けてよろしいでしょうか。他の方の質問もあるかもしれないので、まず一問でいいですか。はい、長いので一応申し上げておきます。これはにお願いしてよろしいでしょうか。はい、簡潔に申し上げますので、看護師500名を五輪のために、確保するという問題です。4月25日の新聞アカウントによりますと、東京五輪パラリンピック組織委員会が日本看護協会に対し、大会期間中の医療資金として看護師500人の確保を依頼したことが分かりました。先週まで競技会場で従事する人員だということですが、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、ただでさえも看護師不足が懸念されています。
医療体制が逼迫している大阪では、政府が雇用した看護師70名が大阪コロナ重症センターに派遣されることになっています。今回第4波では、昨年冬以降の第3波のピークの2倍の病床が必要になるとも予測されています。一向に感染を抑制できない中で、五輪のために看護師を500人確保することが日本の医療体制に与える負の影響を五輪大臣として、のお立場でどのようにお考えになるか、お答えいただければと思います。はい、まず国民投票法についてですが、国会でのご議論、あるいは党でのご議論は大変恐縮ですが、三権分立を課すことになりますので、行政府におります私から発言をすることは控えさせていただきます。また私、今行政府の一員としてここに立たせていただいておりますので、私自身の考えというものについてはここで申し述べることはいたしません。それから聖火リレー、これさまざまなお声がある中で、おそらくですが、第二次世界大戦後、これがナチスドイツの、政治のありようを反映したものだという認識を皆さんがお持ちであれば、復活はしなかったかと思います。戦後長く続いてきておりますので、多くの皆様が平和の祭典の象徴である灯火だという受け止めをされているのではないかと思っております。それから看護師の要請を看護協会ですかね、日本看護協会に組織委員会がなさったということは、承知をしておりまして、確認しましたところ、1ヶ月ほど前に要請をされたということを組織委員会から伺っております。一番ピークの日で400人ということですから、そこから考えますと、かなり削り込んできて、本当に必要な数を精査してご相談をされているのかなという気がいたしますけれども、いずれにしても地域医療に多大な負荷をかけないということは大会開催の前提だと私は思いますので、組織委員会には看護協会のご意見もよく伺って、どのように医療体制を確保するのかということについて取り組みを進めていただきたいと思います。はい、仮に時間限りあるので他に質問ございましたら、ご質問お願いします。ミャンマーの防衛の選手がミャンマー国軍にも決めた状況を見ながら、ちょっとボイコット、東京プリンをボイコットするというのが表明されましたが、それの今受け止めをお願いします。ミャンマーの国内の情勢が非常に厳しい状況にあるということに対しては、私も多大な懸念を持っております。一日も早く暴力的な市民への弾圧が解消されること、それらがやむことを願っております。でその中で選手の方がそうした政治状況を踏まえてご自身の判断で東京五輪に参加されないという意思を表明されたということは、それぞれの選択なので尊重したいと思いますが、平和の祭典でありますから、ぜひ、こうした中で国連においては停戦協定も結んでいただいていることでありますし、ぜひともそうした暴力的な状況というものがこの五輪に向けて解消されるということのために関係者の努力をお願いしたいと思います。ロシアのように個人での参加を促しているのか、これ IOC がどのようにお受け止めになるかということでありますので、今のところ今日の今日ですので、私の方から何とも申し上げられません。はい、はい、他にございますでしょうか。テレビ朝日、はい、ありがとうございます。はい、医療体制については、はい、東京都と市議会で検討していくものというのを会見でおっしゃっていましたが、今後必要であれば政府としてはどのようなサポートが必要があるのか。まず今後必要になるかどうかということについて、東京都に明らかにしていただきたいというのが私の正直な思いであります。私の知る限り、東京都がこの厳しいコロナの状況の中で開催するためにどのように取り組んでいくのかという具体的なことをまだ私たちにお示しもいただいておりませんし、
また残念ですけれども、感染症の専門家にご相談されているかどうかについても明確ではありません。医療の現場を預かるのは東京都ですから、おそらく現場の状況は一番よく分かっておられますし、この状況を打開するために何ができるか、どういう資源をお持ちか、現場にどんな資源があるのかということについて一番把握しているのは東京都です。ですので東京都がまず自分たちが一方ではこの大会の主催者としての責任、そして一方では医療の現場を預かる者としての責任、この両方の責任をどのように果たすのかということについて明確な発信なり方向性なりをお示しいただかないと、私たちもそれをどのようにご支援申し上げればいいのかということについて非常に戸惑っているという状況です。で、内々には投げかけは実はさせていただいており、私も非常に懸念しておりますので、内々には事務的方を通して投げかけはさせていただいておりますけれども、今だ明確に私たちとしてはこのように感染状況を抑えたいので、こうしたい、あしたいというお声は何も届いておりませんで、そろそろそこは大会を開催する当事者としてどのようにするおつもりなのかということをお示しいただきたいと思っております。はい、東京新聞の原田です。はい、今の発言の中でその内々に投げかけをしているっていうのは、まあ、具体的にいつぐらいどのような内容のことを東京都に対して投げかけたのでしょうか。もう2週間ぐらい経ちます、ね、だいたいそのぐらいになるんですけども、事務方を通じて、あちらの事務方に、まあ、当然医療の現場を預かってらっしゃるのでお考えはあると思うんだけれども、どのようなお考えですかということを私たちも知りたいと思っていますということをお伝えしております。オリンピックとそのコロナ対策の医療の両立に関してどういうふうに考えていくかという内容。まず医療への負荷ということが一番大きいかと思います。医療への負荷をどう考えるのか、特に人流が発生するということに伴って、おそらくですが大会の中身、つまり競技会場においてはこれまでもJリーグやあるいはプロ野球等で示されているように、会場の中で感染するということについては非常にリスクが低い。特に非常に日本の皆様方は感染のマナーというものをしっかり守ってくださっていて、大きな声を出さない、あるいは会場内で手指消毒、動線の確保ということについてご協力をいただいております。ただ東京の街自体が、まあ、感染が抑えられている状況でなければ、まあ、感染の少ない地方からやってこられたお客様が東京で感染をして帰るということにもなりかねません。ですので東京の感染状況をしっかり抑えていただくということが、全国からお客様においでいただくための大切な条件だと思っておりますけれども、そのことについての東京都のお考えというものが全く聞こえてきませんので、非常に懸念をしております。はい、他にございますでしょうか。よろしければ。はい、韓国政府がですね、はい、五輪選手へのワクチンを優先的に進めるということを表明されました。大臣の意味でそういうことは日本政府としては全く考えるのは正確じゃないということでしたが、その韓国政府の判断を聞いてみると、まあ、改めて日本政府はこの検討していくことは思いますか。すいません、韓国でどのくらい変異株が流行しているのかちょっと私も今把握していないので何とも申し上げられませんが、インド株も日本国内で出てきておりますので、やはり変異株がどのような特徴を持っているのかということを踏まえて、そのような検討すべきだという声も出てきているということは承知をしております。ただいずれにしてもきちんと厚生労働省で決めた順位がありますので、まずそれに従ってどのように接種が進んでいくのかということをしっかり踏まえる必要があると思っています。はい、他にございますか。ではよろしくお願いします。はい、男女関係なんですけど、はい、男女局関係ですね。はい、運転会のことについてなんですが、これは具体的にその
か決定のことなんかもお話をされるかなと。まだ具体的に出口だとかそういうものを何か決めているわけではないのですが、まあ、ここまでいろいろと私が、まあ、向き合ってきた課題を見るにつけて、まあ、大きく家族の姿が変わってきている中で DV 等も含めてその女性が置かれている環境っていうのが変わってきているけれども、実態としてこの全体的にそれを網羅的に客観的に捉えたデータの探してもなかなか見つからないんです。研究ごとというのはあるんですけれども、ですのでそうしたデータを収集してよく整理をして、客観的に何が言えるのかということ、あるいは全体像の中で何がどういうことが占めているのかということがきちんと把握できる体制を作らなければいけないと思っています。はい、他にございますでしょうか。では、本日は見て終了いたします。よろしくお願いします。